いやー雨降ってんなー。今日は濡れるの確定だなってことで、ちょっとサンダルとこの下の中に着替えを持ってきます。よし、じゃあ行ってきます。おはようございます。戻ってきたら、はい、大丈夫かな。はい、撮って。おつもるです。グレモルです。というわけで、本日は明治安田生命 J2 リーグの、はい、第5節の静岡ダービーです。なんで強調した？強調をあえてしないと俺が間違えて J1 って言っちゃうから。ということで、道中です。お久しぶりです。なぜコンビニにいるんですか？飯食います。あれ、スタグル食わないですか？食うわけねえだろ。岩田にお金を落としたくないから。落とさねえよ。岩田の強化費をちょっと作らないためにも、コンビニで今日は、はい、行こうと思います。いただきます。去年のアウェイ岩田も、一緒に行きましたね。覚えてます？そうだったか、覚えてない。でもマジ今日ボコボコにしましょう。今日はマジでボコボコにしよう。くらえ。いや、俺じゃない。いつも僕の動画相手、基本的にリスペクトしてますけど、岩田は別ですよね。別でしょ。間違いない。岩田って何？そこ静岡三国決戦みたいなね、出してましたけど、三国決戦じゃない、ダービーはダービー。本当に岩田だけが負けちゃダメ。今日はもうモテる限りの力、サポーター全部絶対出してマジで勝手に掴みに行きましょう。今掛川市にいるんですけど、もうちょっと袋いや、もう袋いもうそこだよ。うん、そこだよ。もうマジっすか。ってことなんで、もうちょっとでデコバつくんで、腹ごしらえしたら行ってみたいと思います。行ってきます。いやー、というわけで着きました。エコパースタジアム、去年以来ですね。でもマジで雨降るのが最悪、あいにくの天気ですけど。うわ、見えてきたわ。ボルテージ上がってきましたね。戦闘態勢なんだよな、雨が。ブー。今リハーサルしてるのスピラスピカス。いやー、マジでスピラスピカのやつマジで参加したいんだけど、ちょっと岩田にお金が行くのが本当に嫌なんですよ。マジでジュビロは嫌いだけどスピラスピカは好きです。これ1台欲しい。1台欲しい。さっきね、傘差したんですけど、ここにちょっと止めてあったんですけど、傘パクられました。やばくないですか。という動画を撮っているグリモル君を、マジで本当にやばいですよ。ご年配の方なのかな、ちょっと間違えちゃったのかな。もし見れたらちょっとお願いします。エスパルスのディープシーブルーのやつです。ね、どうしよう。ね、マジで、ね、マジでどう。これちなみにネタとかじゃなくて、マジでツイッター上げてみんなに拡散してもらえばいいじゃん。そうしようかな。アウェイの洗礼ですね。いや、マジでアウェイの洗礼ですよね、これ。これとマジで似てるやつ。これのエスパルス版エンブレムが書いてあって、そうちょっと汚れがある、これのやつだと。なので、ちょっと、はい、マジでお願いします。ちょっとこれ全部ジュビロのせいですかね。全部ジュビロ、全部ジュビロがある。全部ジュビロがある。ちょっとね、今日の試合で、はい、いや、マジでどうしたいよ。ねえ、ちょっとねえ、もうこれシャレにならないんだけど。公式のやつ、はい、名前しかも本名でもな、グレモルでも何も書いてないやつなんですよ、はい、現場からは以上です。違います。おい、逃げる。ね、ちょ待って、本当に逃げる、はい、嘘でしょ。こんにちは。え、おはようございます。
俺の知ってるミゲルじゃないよ。これ辺に比較、ここら辺に比較、うん、あの今比較乗ってるんで比較乗ってるんで比較が、え、お前何キロ痩せた？はっ60。え、俺の体重より痩せてるよ。ミゲル第2形態第3くらいある。第 3? 最終とか3か4くらい。やば、もう神話なんてネタ言えなくなっちゃったじゃん。さよなら神話。嘘でしょ。これはどうするか、じゃあ決めよう今。エルレイドの足全部わかんない。エルレイドの足ごまかすぎる。いやでも今日もダービーですよ。ボコボコにしましょうね。狙うは岩田の。いや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 、いいよいいよ。狙うは岩田の。いや入りましたスタジアム。おお着いた着いた。よしこんな感じです。曇ってるね曇ってるね。水色いるね。ボコボコにしたいね。
割といいキーパーなんですよ。あの普通にいいキーパーなんだよ。背番号7、上原力也。絶対帰れ、絶対帰れ、絶対帰れ。ふざけんな。背番号341、上原力也。お前は J1 行け。マイナス。Let's go!
俺俺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 俺
バンク、オレレ、オララ、オラエスパルス、リバエスパルス、オレレ、オララ、オラエスパルス、リバエスパルス。エスパルス、オレ、シリーズエスパルス。Go!
今日どうでした？いやもう少しで倒せるところだったのにね。いや清水をマジで最初のゴール2018年の北川公園みたいな。確かに一瞬5-1俺やられるかもしれんって一瞬思っちゃった。いや散々君が SNS 上でジュビラー追ってくれたから。まあ J2 なんで何も言えないと思う。お互い頑張って次会う時はもっとより上位で。そうですね。なんか去年も同じこと言ってた気がする、ずっと言ってる。ようこそグレモルの日常へ。チャンネル登録そして高評価、グレモルの日常よろしくお願いします。シミーズエスパース。